iPhone15 日本語トラノマキはい始まりました日本語トラノマキマキコですトラですこのポッドキャストは日本語教師のマキコと高校生のトラとでお送りしています i p h o n e はい。めちゃくちゃ迷っていて結局当初の希望通りプロにしました まあまあ大きく分けて iPhone15 と Pro の違いってなんだろうってもうやっぱりカメラと、うん、まあ画面がどれだけ綺麗かみたいなカメラっているかなとかいろいろ考えたんだけど、うん、で、まあ、お店の人に結構誘導されてるっていうのもあるけど同時にじゃあちょっと映してみましょうかって言った時に。 やっぱカメラの綺麗さが 15Pro の方がめちゃくちゃやっぱ綺麗というかまあ面白いというかすごい身近な近くのものも撮れるし遠くのも,のも撮れるみたいな、まあ、違いを一緒に見せられるとやっぱすごいなって思ってしまうのと、うん、あとその最初、まあ、15でももう十分かなと思ったんだけどなぜなら老眼であんまりもう文字が見えないからねスマホの。うん だけどその 15Pro の画面を見た時にこう何だろうな残像が残りにくい画面なんだってスクロールしても何残像が残るって残像なんか残ってるいつも残ってないけど、うん、15の方がこうど画面でガーッてスクロールするでしょそのスピードが15の方がやっぱめちゃくちゃ早いんだって 15Pro かえ<ー>の方がえっと普通の15よりもプロの方が 速くて何かんて言ったか「ニト」「ニト」っていうのが違うから、うん、ニトっていう大きさのなんかそれの大きさが違うからプロの方がその残像が残ってるか分かんないけど目にはよくてとにかくちょっと見えやすいんだって<ー>見た時に、うん、なんか今までそのサファリとかの字が見えにくいなと思ってたのがうん、うん、あれなんかめっちゃ見えるなと思って。 めっっちゃ見えるってほどでもないよけどなんか見やすいなと思って、うん、まあその原因はもともとお母さんが目にいいように画面を暗くしてたっていうのもあるんだけどそれが明るい画面で見るとあ見やすかったなっていうのもあるんだけど、うん、まあでもなんかそのカメラがいいと逆にねその近くのもので見えない時それでさカメラでさこうやって。 拡大ししてみるることもでき逆にそのスタッフの人は遠くが見えないから若い子なんだけど目が悪くて望遠が使えるから3メー,ターぐらい先のものでも、うん、めちゃく遠いものでもか看板とか、うん、望遠でめちゃくちゃできるから iPhone で映してばって見て見てる時があるっつって逆に逆にもうなんかこう目がちょっと悪くなってきたからこそ、まあ、いいものにした方がいいのかなと。 ちょっと自分で思っってしまった、うん、でもあとはスタッフのも、まあ、マジックセールス言葉だよね、まあまあ、ちょっと自分に高いものを買ってもいいんじゃないですかとか長く使うんだったら、まあ、高いスペックのものを持っても<ー>逆にもうその15のスペックって次の16の15プロのスペックねで次の16に入ってくるから<ー>普通の16のスタンダードに。だから まあまあいっかと思って思い切って決めましたまあそこだろうねこの会社のさこの売り込み文句っていうのかなまあねだからこうあ何例えばじゃあ15と15プロってどっちにしようって迷ってるのは、うん、まあ当然何 ?15 プロの方がか買わせたいわけじゃん高いからうんごめんだからこうなん,なんだろうなだから 別に15でも多分いいんだろうと思うんだけどこと足りる全然こと足りるなんだけどまあ、うん、会社を交わしたいから、まあ、だから16にも入ってくるよっていう,う,そ,うこのその誘い文句でねそうそう逆に15は14プロと同じスペックフォーティ14プロのものが今度ーン普通の15に入ってるよみたいな、うん、だからプロにするとちょっと一歩先取りになるよってことなのね でもいくらぐらい違うのそれって3万5千あそれはいいわでしょうだからそこの3万5千円をどうするかなってすっごい迷ったんだけどまあいいかと思ってうんまあ本当にご褒美だよね自分のはいそんな感じですはいまあ僕もね多分わかんない買おうかなと思ってるけどうーんいや本当にあの結構ねなんか ちょっとこいつのスペックっていうのが別になんかすげえ悪いわけじゃないんだけどうんなんだろうこうちょっとなんかあれなんかおかしいなって思う時がまたまにあったりするからさまあ 10R だと結構使ってるからねうんえっ、ー、だからこいださ説明したじゃん、うん、あのバッテリーのマックス容量を見るっていうさ、うん、はい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 それは別に俺83%ぐらいなんてうん でもよく考え <laughs> て OS がでかいのが入るからもうやっぱりもうねバッテリーの持ちが良くてもやっぱ頑張れないのよバッテリーがなるほどねだから 1010?10R に15の OS が入っているわけでしょ、うん、要は OS だけはアッ,プアップデートされていくわけだから、うん、だから結構古いチャリにめっちゃ重い人乗ってるみたいな感じ <laughs> になっていくわけよ だからチ,ャチャリがちっちゃいまま、まあ、自分だけ成長してってそうするとタイヤとかすぐへこんだ,へこんだりさだめになったりするじゃんまあそれはそうだねだ要はそういうことなのよ外,外側な中身のこう乗る人がこう大きくなっていくから自転車も変えていかないとっていうことなんですが、まあまあ、お母さんはあなたにはあれを勧めます15のちょっと大きいやつ 何それ画面がちょっと大きいやつプラスプラスかうんうんうんなぜならあのねバッテリーの駆動時間が多分あの4種類の中で一番だったからでもねそうもう確かにあとね俺ちょっと手がでかいんだよねうんそうまあ普通の一人まあちょっとでかいっていうか、まあ、手っていうか指うんかな、うんうん、まあだからでかいの持ってる人はいいんじゃないあれそうそうそう,そう別にでかいの、ま、今のもさなんかフ5 1 5じゃねえわ点あるうん 母さんでかいって言ってて言るじゃん、うん、でも別になんかもう慣れてる<っ>慣れちゃえば別になんか,なかそうこの大きさになれると大きさ変えるのって結構ねストレスな気がするな慣れるまでがね、うん、分からんけどまあそんな感じです、はい、あとすぐバッテリーなくすからな,なくなるっていうかバッテリーがない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 言ってるからじゃ本当にそうで一番やっぱ長い26時間で書いてたかな プロがプロが23時間で,、うん、で普通のあ15が20時間なのよ、うん、だから一番そのプロ違う iPhone15 プラスプラスがプラスが一番長いねへえ<ー>マックスになるともうなんかもっといっぱい積んでるからもうちょっと下がるみたいなプロマックスここプロマックスはもうめちゃくちゃ積んでるから一眼レフカメラ背負ってるようなもんじゃないのわかんない あ,あ、そうなんだうんでも見たけどカメラのデレンズのでかさもでかかったわああそうなんだ、ね、まあでも想定的に大きいからねあれって多分うんそっかまあまあまあ、じゃあわかんない、まあ、僕はプラスにしよっかなーってご検,ご検討くださいはい ということで、でも今日は別に iPhone の話を引き続きしたかったわけでなくはい、はい、まそれと全く正反,正反対っていうかんかね、YouTube 見てたらたまたまなんか出てきたのがなんか法律のない町に行ってみたみたいな、まあ、無法地帯に行ってみたって最初書いてあってんなんだそれ怖と思ってで、なんかアメリカにあるんだってカリフォルニアにあるスラブシティっていうのでああ、知ってる,それ知ってる そんなの多分あれよアメ,リカじゃなくてアメリカじゃなくても多分いっぱいあるよスラム街じゃないよ<え>スラム街じゃないよお母さんもちょっと最初は一瞬混乱したんだけどスラブっていうのはそのもともとそのスラブシティっていうのはあのー、なんていうのかなアメリカの海軍が存在してた場所でそのスラブっていうのはコンクリートのい板みたいなことをスラブっていうんだって、うん、でそのか海軍がいなくなっちゃったから でそこはももう何もないただの砂漠みまあ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 ,まあ、まあ、でそのコンクリートの板ばっかりがめちゃくちゃ残ってるからそこからスラブシティって言われてんだけど、はい、そうスラム街じゃないです最初お母さんもスラム街のことと思ったんだけどスラブシティって言って、まあ、コンクリートの板がいっぱい落ちてる街っていう風なんだけど街っていうかもうただの砂漠砂漠に本当に、はい、砂漠にちょっと写真見ちゃおうか。 あのいっぱい何て言うのかなキャンピングカーとかが置いてあったりもういろんなものがただ,ただ捨ててあるような感じなんだけどえー、っとで街全体がなんか音が出ちゃったなんかこうやってさ、うん、本当砂漠の中にいろんなドアの車のドアとか まあちょっとアートみたいに展示してあるって言ったらもうなんかそういうガラクタでねアートみたいに作ってあるっていったら作ってあるんだけどこうなんかマネキンとか人のこういうものが作ってあったりそういっぱいこういうのがあってでこういう掘ったて小屋みたいなところに人が住んでたり住んでなかったりっていう感じなのねでここに泊まれる場所が1個だけあってまあそれもただの何ていうの ホテルとかじゃないんだけどもう本当にあにキャンピングカーを泊まれるっていう状態にしただけなんだけど、うん、1>, 1泊5000円で高っと思ったんだけど <laughs> でその日本人の人この YouTuber の人が行って泊まってみたんだけど、うん、で朝から夕方の5時まで誰一人会わなかったなってその街で誰にも人にでここは人がいるのかみたいな。で 基本あでたまたま1人あっ,ったというかお店,お店が、まあ、お店って言ってもこういう,もう本当にこういう掘ったて小屋ばっかりだから何がお店で何が人なのか分からないんだけどなんかそのお店でアクセサリーを売ってるお店があったから行ってみたんだけど、うん、まあそのアクセサリーを買うじゃあちょっと買うわみたいなそのペンダントトップを買うわってなって、うん、でお金じゃなくて物々交換なのねなるほどね。うん そうそうそうで何持ってるみたいな。でみ,みかんオレンジがたくさんあるからじゃあこれと交換するっあいいね」って「ありがとう」って,ってでこれとこのアクセサリー買うよみたいな。で物で交換する。で基本そこは物で交換するのかって言ったらそうじゃなくて別にみんなお金で交換する人もいるし物でもあるし、まあ、とにかく本当に自由。あ<ー>そう法律がなくて無法地帯っていうとなんかとんでもない危険なところな感じがするんだけど。 そうじゃなくてただそのいそういうことですそういうことですルールがないっていうことなんですではあ、はあ、で夕方5時ぐらいまで全然人がいないのは、うん、そのカリフォルニアの砂漠の真ん中だから暑すぎて日中44度とかになるからあ,あいけないの、ね、そうもう暑くて人が出てこないで夕方になってくると人がちょっと出てきて、うん、でなんかお酒を飲みながらその人はねなんかみんなと話したりしたんだけど。うん ななんかなんでみんなそこ,そこに住んでるかっていうとなんかなんていうのかな差別がないからって言ってああなるほどそう,ど、ね、そう差別がないというかそうであのー、例えばこのまあ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 ごめんまずどうして法律がないというかその自由な町っていうか、うん、法律とか制限のない町って 言われてるかっていうとそのスラブシティっていうところはね、うん、その海軍がいなくなったその廃,廃墟みたいな場所が、うん、その政府に認められてないんだってあなるほど政府に町として認められてなくてただのもう本当に土地としてしか見てないんだね、うん、だからそこには電気も来なければ水道も来ないし下水道処理も来ないし、うん、何かあっても警察も来ないし病院もないし、うん、とにかくその政府からのそういう。 当たり前のようにあるその公共のサポートは一つもなくてインフラが存在しないってことです全く存在しないですだからはあ、はあ、法律もそこにはもう存在しないっていう意味で法律がないのねへえ<ー>、うん、だけどその中にまあ簡単に言うとでかいホームレスの街みたいな感じなるほど、うん、なんだけどそこの中の人にと喋ってみたらその法律はもちろんないしルールもないんだけどみんな自由に 生きてるそのお金で交換して生きてる人もいれば、はい、そのマリファナのドネーションここにドネーションしてくださいみたいなので書いてあってんでマリ,フマリファナなんだっていうのもあるけど、まあ、それが欲しい人もいればだから欲しいものをドネーションしてっていう人もいるし、はい、でお金で交換する人もいるし、はい、まあそれ自由なのに、ね、本当に何をしてどんな生き方をしててもよくてただその誰かが。 こう悪いこととをしたりする何、うん、て言うのかな一般常識コモンセンスはみんなあるから、うん、それは良くないよとか注意する人はちゃんと存在してて、うん、あとそ,のそこに住んでる人たちの間でこうお互いをちゃんとリスペクトしてるからその無法状態というか法律のない状態って言っても、うん、別になんかこうめちゃくちゃ怖いわけじゃなくて、うん、全然なんかむしろ。 ちゃんとととと人人との絆とか信頼関なるほどね。っていう感じ、うん、でその中の人がいろいろ言ってた言葉がすごい印象的だったんだけどその例えば社会普通のアメリカの社会にいるとねそのなんだっけいろいろ政府にこう投票したりとかして政府がいろいろなんだろうやったりするんだけど。 はあ、まあ彼らは例えばアメリカのどこかで災害が起きてたり土砂災害でみんな困ってたりとか、うん、いろんなことで困ってたりしてもこうそういうことに耳を傾ける政治家とかは少なくてで何億をもする何万何十億もする家にプール付きの家に住んで高級の車に乗ってででそうやって贅沢に暮らしてる政治家が。 なんか国民の意見を聞くわけがないみたいな感じでまあ確かに、ねまあ、いろいろこうアメリカの政府とか社会のシステムにちょっともうなん,なんていうのかな疲れたとかそれで嫌な思いをした人が、うん、そこに来てるっていう感じなのねでなんだなんて言ったかな,なんて言ってたかなそうなんか僕たちはお金にこう支配されてるって言っててその あの中にいるとその普通の社会の中にいるとね、はい、例えばあの水道代の払わなきゃとか仕事をしないと今月仕事が少なかったからどうしよう水,水道代が払えないとか、はい、でみんなと同じように生活していくとそれは車も欲しいし iPhone も欲しいし、うん、全部欲しいじゃんやっぱいろいろ買うでしょ。 うん、確かにねあれもこれもやっぱ必要になってくるじゃん、うん、で食べ物も必要だし、うん、でそれが自分の生活がこの仕事がうまくいかなかったで追いつかなくなってくると政府になんかこうお金の補助をもらったりとかしてお金をくださいくださいってそういう風になっていく、うん、でも政府は一応それにサポートに対応するけど対してその国民の状況に耳を傾けるわけでもなくって、うん、でだったらもうなんだろう 政府にお金をくださいって言うぐらいだったらもう自分で何取りに行く自分で手に入れるように行動を起こした方が早いって言ってなるほど作るみたいな感じでガラクタとかでそういうこともう人がもう政府が最低限以下ぐらいかもうその自分を満たすぐらいのなんか サポートをしてくれないんだったらもう自分から行動を起こして自分で作って自分で生活すればいいっていう人たちがそこに集まっている感じうん、うん、で誰でもそこに住めるしどれだけでもいてもいいのねただ政府からのサポートは何もないから <laughs>、うん、この法的に認められた町に住んでるっていうふうではないのねその代わり何の悩みもないって言ってたまあ確かに<う>悩みはなさそうだけど、ね、お金が払えないとかなんかあ,のあれも買わなきゃこれも買わなきゃがない。 マジで必要最低限で生きてるって感じで,、うん、で一応でもその政府に認められてないって言っても一応国からのその何物資の支援とかはそこそこ来るからあそれはそうだよねそうそうそうそれで生きていけるしで、うん、それを自分だけ食べるんじゃなくてそのみんなの分をハンバーガー例えば焼いたりとかして、うん、でみんなでそれシェアしたりとかでそこの人たちはそのそのカリフォルニアはその YouTube 撮った時は 夏だったから44度ぐらいなのねけど、うんえっと、冬になるとはあ、はあ、今度そうアメリカ中からそこに4,000人ぐらい人が来るんだって観光客が。でそういう時にそのいっぱいアートなものを作ってたりするからアクセサリーとかああそういうのを売って冬の間にお金を作ってもう夏は暑すぎてやっていけないから。 なるほど冬眠の逆みたいな感じか逆ねそう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 あったかいからねとか暑いからね、うん、でなんかそのベーコンとかハンバーガー焼いてた人が言ってたのがその、まあ、僕たちの,その収入って言ったらもう最低,最低賃金以下の収入なんだけど、うん、もう別に悩みもなくすごいめちゃめちゃハッピーに暮らしてるってっ、うん、だから一旦その社会の枠にまた戻っちゃうと またお金にに支配されるることになるでしょあれも欲しいこれも欲しいあれも必要これも必要ででもお金が絶対いるしお金がいるイコール今度はなんだっけなそのいい大学に入れないといけないとかなるほどねいい会社に入らないといけないとかそういうのもなってくるしうん、うん、そういうの一旦全部本当に手放して自由に生きてるのがそこの人たち、うん、で何がなんかいろんなこうメディアがそうさせてるっていうのもあるって。 行っててそこに住んでる人がねうん、うん、例えば SNS が流行ってるとかニュースの報道とかでもその切り取った部分しか一つちょっとしか報道しないから、うん、例えばスラブシティって言ったらもう本当に法律のない町だからあそこには行かない方がいいみたいな風になっちゃうけどなんかそこの人たちはもしそのスラブシティに来たいんだったらもうグーグルも見るな SNS も見るなとりあえず来いみたいな。うん、見てて自分で経験して 感じで「帰れみたいなな感じなるほどそそうでスラブシティが危ないところなんですか?」ってその,その人がインタビューしたんだけどそれは悪い人もいるじゃんだけどまあそれは、まあ、だって普通の社会よりそう世界中でそう悪い人がいない街があるんだったら見せてほしいって言って,て、うん、それはそうだよねってそのちゃんとした大,大都会ニューヨークでも、うん、東京でもどこでもそうだけどそっちの方が逆に危ないじゃんで、ね、法律が なんかお母さんの印象だと法律のない街って思って怖っと思ってでその人が最初入る時にここから一歩入ると何が起きるんだろうって言ってたから例えば法律がないってことは入った瞬間撃たれてももうそういうことなのかなと思っていきなり銃が銃持った人が出てくるのかなと思ったんだけど、うん、全然そうじゃなくてみんなそこに生活してる人たちはお互いをリスペクトして生きてるからそんな急に殺し合いとかそんな全く絶対起きないはあ、はあ、むしろその逆。 みんなで助け合ってて生きてるだから昔のなんか本当に村みたいな村とか本当に昔のスタイルのせなんか生活をしてるまあそういう制度とねそうそうそうでもし例えばチェーンソーとかこういうなんていうのかな工具が欲しかったらどうするって言っててで普通の人だったら何だろうその工具屋に行って買いに行くでしょって例えばドリルとかが欲しかったら。ああ そうじゃなくてここだったらそれを持ってる人のところに行ってでその人の何かを手伝ってで貸してもらう,そう貸してもらうでその貸した人はいいよ手伝ってくれたからってあでももしよかったらそのさってちょっと氷分けてくれるってあいいよいいよってでも本当常にギブアンドテイクお金がそこに介在してないっていうか お金ももちろん受け取ることもあるんだろうけど、うん、そこまでお金に頼ってないっていうかなるほどそうなんかめっちゃ面白いなと思ってそれがだからそのお金っていうものに対するさ要は執着があんまりないっていうかううまさにそうお金に対する執着ものに対する執着も,もう最低限、まあ、ミニマリストって言ったらまあそうなんだけどエアコンもなければ いいい車もないし、うん、その全然暑い中でも我慢して生き,生きてないといけないんだけどでも別に全く問題なく生きていける、うん、って言っててそ,それこそ逆にそれ,をもそれらを持つことによって悩みっていっぱい発生してくるわけじゃん電気代払わないといけないとか。ああまたた電気代が高くなったよとかねだからそういうのを全部手放した人たちが来てる街っていうので本当にいつでも誰でも来ていいっていうか。 まあ、アメリカのパスポートぐらいはアメリカに行くためのパスポートとビザはうちらにとってはねいるけどねまあ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 、まあ、それはそうねうんなるほどね、まあ、だからこうなんだろうなまあ平和な北センチネル島って言った方がいいのかななんだそれあのねインド洋のね、うん、まあ下の方ていうか南の方に浮かぶ島なんだけど、うん、北センチネル島ってね、うんまあ、まあそこも一緒の、まあ、ほ,どほとんど一緒なんだって、うん、まあどころか多分もう でもチェーンソーとかいうそういう次元の話じゃなくて、うん、マジで石器時代のなんかみたいな <laughs> 暮らしをしてるなんかその北センチネル族っていうのがそこで住んでるんだって、うん、まあでもあの人たちはまあ要はだから俺らが要は外界から干渉しようとするとまあやり投げたりとか、うん、まあ矢打ったりとかとかねそういう攻撃をして、まあ、いっぱいめちゃめちゃ攻撃をしてくるんだって外界の人はちょっと入れないのよねそうそうそう,そうなるほどねまあだからこう だだいいぶ危ないとなとこんでもへそれの平和バージョン、まあ、誰でも受け,受け入れてくれて誰でも住めるよってそのアートみたいになってる掘ったて小屋とかでも別に自分で住もうと変え改造すればそこに住めるし誰でもその住民になれるっていうのがなんかめちゃ面白いなと思って本当ににんかなんていうのかなまあ普通に社会から外れた人とか。 ホームレスみたいになると社会に不適合な人たちっていう風に悪い目で見られちゃうんだけどなんか全くそれが存在してないまあそのお金もないから差別もないじゃんもちろんお金みんなお金がなくてだから本当に平等でそういう差別偏見が全くなくて法律もないけどそれもないみたいななるほどねと思ってめちゃくちゃ面白いなとあとなんかいろいろ考えさせられたものをこう持ちすぎてること iPhone15Pro 買っとる人が一体何を言っとるんだと思ったんだけどまあ説得力はないよね説得力はないです全く反対のことはしてるけど、うん、ただ確かにねと思ってそのものを持てば持つほど、まあ、心は貧しくなるっていうかねそうそう何かにだからこう iPhone 持つからあ iPhone なんかだんだん動かんくなってきたなとか次のが出てきたあじゃあ新しいの欲しいなってやっぱそういうふうになっていくわけじゃん。うん でも最初からもうないって思えば別にいらんわけじゃんまあ確かにねそうなんだよテレビもなんか大型テレビとかそういうのもない暮らしだけど全然間に合ってるってもちろんそうだよね別にテレビいらんもんねまあ新聞とかだからね新聞とかその情報海外っていうかその外界からの情報がいらないんじゃない別にまあ確かに確かにその別に政府に認められたしじゃないからああ,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 あうんうん まあでも面白いなと思って、まあ、日本でもさ日本はそこまでの場所は全然ないけどない、ね、たまにさ自給自足してる人いるじゃん山の中でああいるいるいるねなんか水道とかも雨水使ってとかあと野菜とか販売さそ栽培してその自分たちが生きていけるだけの最低限の何あのものだけを栽培して生きてるみたいなさそこにちょっと近いのかなと思ってそれの本当に大型バージョン め,ああめっちゃだだっぴろいところだっただなるほどねうんなんかいろんなことに行き詰まったらそこに行こうかなってちょっと考えちゃったうんまあ多分いいとこだからねうん何か何かこうものの考え方が変わりそうな感じそこに住んだらね昔さなんかインドに旅行した人がそういう風になるって結構聞いた なんでもそのインドに旅行した人ってインドにめちゃくちゃハマるかインドが大嫌いになるかどっちかで<ー>結構その,その昔のインドはねもっとその文明社会からちょっとかけ離れてたりとかした部分もあったから、うん、そのうちの高校の世界史の先生なんかは結構そのインドにどハマりしちゃってでなんかもう電気のある暮らしとかも ババカバカしいいみたいになっちゃって、はあ、その人、まあ、うちの高校の先生が学生だった時だからもう何十年もう5060年前の話ね、はあ、だから文明社会がバカバカしくなってなんかもうアパートで電気もつけずにろうそくだけで暮らしてた時期があったとか,<ー>なんかそういうヒッピー的な暮らしにこう、はあ、すごい、まあ、見そういう人がいるっていうのはインドに行くとね、はあ 聞いたことあるけどでもまあ今のインドはまたばまた真逆かもしれないね IT の場所だから変わっちゃったもんねだいぶ IT っていうかそういう理系分野に走っちゃってるからさ今まあだけど本当にお母さんの想像してたとかこの,の YouTuber の人も最初想像してた街っていうのはそのイランとかさ中東のとかアフリカが内戦してた頃の街とか、うん、もう子供も銃持っててみたいなだから 法律ががななくててて殺し合いい普通に行われてるのかなっていう怖い世界を想像してたけどまあ逆だったっていうかもうほとんどユートピアに近いみたいなまあまあそうだねうんなんか、まあ、それプラスちょっとアートっぽいのもすごくヒッピーアートみたいなのが結構あってストリートアートとかなんか面白いなと思ったはんはん魅力的な街だなってちょっと思ったなるほどはいまあ iPhone を買って 15プロねしかも、はい、買った私ですけどもだいぶ高スペックねええー、めっちゃハイスペックなもん買っとる人が何を言っとんのって感じですがあのこの消費社会を皆さん一度考えてみて <laughs> 誰が言っとるんだって、はい、まあ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 でもいや本当だよねまあわかるう服とか買ってもさ全部着てないなって思う時あるもん結局同じもんで回しんじゃんとかさまあね はい、なんかね現代社会に生きていくのもねいろいろ難しいですね物価高騰とかなんか不景気とかそんなんでちょ逆の方向に皆さん考えをシフトたまにはシフトしてみるのもいかがでしょうかはいはいということで、えー、スラブシティの話でした今回のスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます YouTube の方も追いつけるように頑張りますはい、えー、チャンネル登録、高評価あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたしますお願いいたしますそれではまた次回も聞いてくださいねさようならさようなら